しぶりにベランダで食べる動画です。今回いただくのはこちら、日清カップヌードルのちょっとお高めなやつ、フカヒレ味だそうです。本物のフカヒレなんて人生で数えるほどしか食べてませんけど、フカヒレは入っているのかな。お、あったあった。乾燥したそぼろみたいのが入ってます。では水を沸かしましょうか。久しぶりにこのバーナー使う。ケースから出すことから苦労するという。開いた。よし、できた。ガス缶をセット。水を入れます。必要な水だけペットボトルに入れてきました。必要な 300ml 入れてきたけど、随分少なく感じる。点火します。緊張の一瞬、緊張の夏。季節はもう冬近しな感じですけど、この高温って音がすごいんだよな。俺登場。グツグツと沸きました。熱湯を注ぐ。おいしくなあれ、おいしくなあれ、萌え萌えキュン。この状態で3分放置。ポケモン GO なんかしちゃったり。3分経ちました。贅沢仕上げ香味油を投入。うまそうです。スーパー猫舌なのでよく冷まします。それではいただきます。スープにとろみがあります。
2度目ですが、スーパー猫舌です。猫舌選手権あったら結構な息につけるのではなかろうか。麺をあっという間に食べ終わってしまった。スープも飲んじゃおう。完食です。悪くはないけどリピートはないな。ごちそうさまでした。